アダムズ家は18世紀後半から20世紀初頭までの期間にマサチューセッツ州に拠点を置き多数の政治家を輩出したアメリカのイングランド系の名門一族である。アダムズ家以外に一族から二人のアメリカ合衆国大統領を輩出しているのはハリソン家、ルイズベルト家、ブッシュ家のみである。ジョン・アダムズ聖火ジョン・クイン・シー・アダムズ聖火1788年に ジョン・アダムズが購入したピースフィールド・ユナイテッド・ファースト教区協会地下のジョン・アダムズとジョン・クイン・シー・アダムズの墓。アビゲール夫人、ルイーザ夫人も埋葬されている大統領のミラード・フィルモア、ウィリアム・ハワード・タフト、カルビン・クーリッジや副大統領のディック・チェーニーは共通の祖先であるヘンリー・スクワイアを通してアダムズ家のメンバーと血縁関係にある。アダムズ家からは ハーバード大学の卒業生が数多く出ている。ハーバード大学の12の寮の一つは、アダムズ・ハウスと名付けられ、フランクリン・ルーズベルトやヘンリー・キッシンジャーも大学時代はこの寮で暮らしていた。ありがとうございます。